大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな？そう、ミナトとクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても、死ねば終わりだ、この世は。そうだった。なら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか、ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。この世界にもはや道など存在しない。いい加減諦めをしねえ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺だ。クズ、距離を取るか。目障りだ。消えろ。ね、さっさと呼べ。しぶてえな。やつらの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ。始めるとするか。これは。弾けろ。なんだこれは。逃げろ。サスケ、無事だったか？もうじっとしていろ。
お前らは十分耐え忍んだ。そうだ、そのままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか。俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。十五。分かっている。十五の力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけね。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。おう。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。さっさと呼べ。つぼみが開く。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。さあ、そこ呼べ。
ナルト、次で決着をつけるぞ。おっ、もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う？自分の人道だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。このナルト、ナキラが安定してないぞ。ただの一瞬の油断。俺の邪魔をするな。よっ、うっ、思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。Yeah.
なぜ俺はあんなイメージを。出た、美獣たちのチャクラだ。張り抜くぞ。俺が、この俺が後悔しているというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。覚えてるだろ。でも本当は俺と一緒で火影になりたかったんだな。あんなものを捨て切った過去と甘い自分だ。面して自分隠したってダメだ。どんなに言葉でごまかしても、あんたが内葉帯人だってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない、次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内葉帯人だ。俺とそっくりな内葉帯人だ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。それなのにあんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前それ本気で言ってんのか。そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしても、そういうのか。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ、みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、うちが帯人として木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう。違う、俺は内葉帯人を捨てた。俺はもう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ、逃げんな、こっちへ来い。なんなんだお前は。なぜお前は
俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない。間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺は第二の陸道仙人だ。夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。おかげなど今の俺に関係ない。それは奴隷の本心じゃねえだろ。言葉で語ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたは宴を夢見た木の葉の忍びだ。誰でもね、名前のない忍びじゃねえ。陸道仙人でもねえ。あんたがウチハオビトなんだ。ここは天下。うわっ、甘い。うわっ、うわっ、うわっ、くらえ。たよっ、うわっ、怖がんな。目をしっかり開け。自分の姿をちゃんと見ろ。それが本当に望んだ姿だよ。あんたの夢はおかげになることだったんだろう。あんたの仲間もそれを望んでたんじゃねえのか。距離を取るか。当たらん。よっと、当たらん。よっと、破天眼。思い出してみろ仲間を。あんたの周りにいた仲間が今のあんたを望んでたと思うか。仲間。そら、距離を取るか。破天眼。終わった。よっと。甘い。何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。自分の中で答えは見つかってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。俺はお前は火影を目指してた木の葉隠れの内川尾人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。お前のことはちゃんと見てんだから。怪我してんのに無理して、うん、強がって傷を隠してもダメ。つまんない意地張らないでよ。オビト、オビトは火影になるって言ってたよね。だったらあなたを救うことは世界を救うことと一緒。そうでしょ。頑張れオビト。私信じてるから。火影になってかっこよく世界を救うとこ見せてね。
行くぞ。今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。お前は内川オビトだ。いいから来いこの野郎。なるとみんなの力をなめんなってばよ。俺は負けたのか。詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。覚えてるかい、4人でこなした任務の数々を。リンは医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。リンを守れなくてすまなかった。リンは俺にとっての唯一の光明だった。リンを失ってのち、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりはわからない。はっきりとはわからないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける。あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういう奴だからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ、オビト。つまんない意地張らないでよね。行く？かもな。
俺も。いいから来い、この野郎。そう